塚田昌平は、日本の政治家。日本社会党における、炭鉱労組出身政治家として、北海道議会議員や道議会副議長、衆議院議員を歴任した。1918年6月25日、北海道浦河郡浦河町に生まれる。1942年に、東京帝国大学法学部を卒業後、北海道炭鉱棋戦に入社した。 その後、ミ戸航空通信学校に入校。戦後は、北端職員組合連合会委員長、全日本石炭労働組合副委員長を務めた。北端職連委員長在任中の1950年6月に、行われた第2回参議院議員通常選挙に、民主戦線候補として、立候補したが、15名中9位で落選した。しかし、 翌1951年の第2回、統一地方選挙にて、夕張市から労働者農民党の同義候補として、立候補、当選を果たした。人気半ばの1953年4月に行われた、第3回参議院議員通常選挙に、立候補するため、同年3月に同義を辞職した。その後、1955年の選挙で同義に返り咲き、 1957年1月9日に、労農党同本部と社会党同連が合同したのに、伴い社会党に入党した。1951年の同議会選挙以降連続4回、当選し、同議4期目の1963年6月には、同議会副議長に就任した。1967年4月に行われた第6回、北海道知事選挙に、 社会投稿人で立候補するも、現職で自民党公人の町村金吾に大差で敗れた。また1971年4月の第7回北海道知事選挙に再度立候補し、自民党公人で新人の道家木内直弘に挑んだが、1万3000秒余りの僅差で敗北した。 知事選翌年の72年12月に行われた第33回衆院総選挙に、旧北海道第3区から社会党公認で立候補、知事選に二度立候補して同課期内に僅差で敗れた知名度の高さが功を奏してトップ当選を果たした。以後、3回連続で当選し、政官トンネル対策特別委員長や税制問題連絡会議議長などを務めた。 また社会党では、北海道本部執行委員長や、道南開発特別委員長、党中央執行委員、総務局長を務めた。1983年の第37回衆院総選挙には出馬せず、政界を退いた。1990年に、君二党随法賞を受賞。翌1991年3月20日死去。ありがとうございます。